明日も、歌わせていただきます。ぜひお集まりよろしくお願いします。リフライズレオとロゴでした。ありがとうございました。小さな頃に見てた夢はヒーローになること、勇敢でかっこよくて誰にも負けない人気者、25歳の僕は見えない未来を恐れて戦うことを忘れてしまいそうだけど逃げられない理由がある。与えられたこの声で救える人たちがいる、レオとロマでした。ありがとうございました。